セイアンジェロトリデは、アラビア海に面したトリデで、南インドのケイララ州、カンヌール市から3キロメートルの位置にある。カンナノールトリデと、ワン、ジョン・ジョンストンの水彩が、1795から1801年、ゴロ1498年、バスコダガマのインド訪問中に、地元の王であるコラティリがポルトガルに土地を与え、この地に拠点が築かれた。 1505年10月23日、ポルトガルのインド副王、フランシスコ・であるメーダは王からその土地に砦を作る許可を得た。建設は翌日の1505年10月24日に始まった。当時のカンルールに駐在していた、ポルトガルの役人のゴンサロジル・バルボサが礎石を置いた。木製の砦は1505年10月30日に完成した。 初代隊長は150人のポルトガル中東軍と2隻の船を率いたローレン・ソブリッドだった。砦が完成した後、アルメーダはさらに1507年には同地に石造りの砦の建設を始めた。砦は後にカンヌール行為戦で現地支配者のカリカット王とコラティリによって攻撃されたが陥落しなかった。カンヌールのアルメダの任期は年で終わるはずだったが、 彼は、公認の総督として、インドに来た、アフォンソで、アルブケルケとの交代を拒否すると、そのまま艦隊を率いてディウ沖の海戦を戦った。アフォンソで、アルブケルケは1509年8月から約3ヶ月、この砦で拘束されていたが、1509年10月、ポルトガル第11次インド派遣艦隊と共に、ポルトガル王国元帥のフェルナンドコーチニョが到着した。 ことで解放されて総督になった。トリデは1510年のゴア征服など、ポルトガル艦隊の作戦を支える重要な拠点となった。カンヌールに置かれたポルトガル居留地には収入源がなかったため、トリデに必要な費用は、ポルトガル領インドの本拠地であるゴアからの資金で賄われた。1663年2月15日、オランダはポルトガルからトリデを奪取した。 彼らは砦を近代化し、現存する主要な建築物であるホルイ、それぞれホランディア、ゼイランディア、フリースランディアと名付けられたを建設した。後に、元々のポルトガルの砦は破却された。この砦とその背後に、釣り船の描かれた絵は、アムステルダム国立美術館で見ることができる。1772年、オランダは、地元のアラッカル王国の王アリラジャに鳥を、 売却した。1790年にイギリス軍はそれを占領し、1947年までマラバール海岸の主要を軍事基地として使用した。砦はインド軍のカンルール駐屯地の中にある、インド考古調査局のもとで保護された文化財としてかなりよく保存されている。セイアンジェロリ出は重要な歴史的記念碑であり、人気のある観光名所でもある。 6人の観光警官がここを守るために配置されている。2015年、砦の敷地から古い数千発の砲弾が発見された。発掘を主導したインド考古調査局は、これらが有事に備えた軍備の一環として地下に埋設されていたと考えている。もっぴら米港とアラッカル王国時代のモスクが砦の近くにある。砦は現在インド考古調査局監督下で、 状態よく維持されている。観光客は毎日午前8時から午後6時の間、取り出に立ち入ることができる。ありがとうございます。